今シーズン抜群の安定感を見せ2連勝中の伊良部秀輝、伸びのあるストレートで今日も好調な立ち上がりを見せます。フォークも低めによく決まり、7回までに奪った三振は5つ。レンジャーズ打線に失点を許さず5対0とリードしたところでマウンドを降ります。勝利を確信しご機嫌な伊良部、しかし次のピッチャーが続きませんでした。9回同点とされると延長13回でまさかの逆転。好調なピッチングを見せながらも伊良部は勝ち投手となれませんでした。同点の場面にどこにいたかっていうのはゲームの内容には全然関係ないと思いますけど、お疲れ様です。